ちは、漢方薬剤師の中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、はいはい、この間、日本の薬を中国の方が買い占めてしまったっていうニュースを見ました。そうだね、東京で特に激しくて、この前東京行った時に、東京のね、ちょっとクリニックのお医者さんたちとちょっと話してたんだけど、はい、もうなんかそこのエリアの一帯のなんか風邪薬が全部なくなっちゃったという話を聞いて、はい、みんな中国の人が買って帰るんだ。やっぱり違うんですかね。違うっていうか、まあね、はい、福岡でも実を言うと、もうこの近辺でもパブロンっていう風邪薬がもう買い占められてなくなっちゃったってい う, いう話をこの前聞いて、はい、すごいなっていうことを思ったんだけど、はい、なんかね、WeChat っていう日本で言ったら LINE みたいなやつがあるんだけど、うん、はい、そこでコロナにパブロンが効くって言ったら、ブワーってこう温度をさ、日本に来る中国人がパブロン買い占めて、それともにいろんな解熱鎮痛剤とか風邪薬をさ、はい、買って持って帰っちゃったみたいな。へえー、うん、それでそれに乗じて今度さ、漢方薬も実を言うと、はい、風邪とかコロナに関係する漢方薬がなくなっちゃって、はい、原料が入らなくて、漢方薬屋さんも初めて今までこう初めて在庫切れを起こしたことは初めてですって言ってて、はい、ああ、やっぱ漢方薬も人気あるんだなっていうのをちょっと思った次第ね。でも漢方薬って言ったら中国にもたくさんありますよね。そう、まあその話なんだけど、はい、中国人がなんで日本で買い占めるのっていう話だったら、はい、実は言うと中国人は中国の薬のことを信用してないっていうのがあって、はい、やっぱり日本の方が高品質だっていうことが分かってるよね、はい、だから日本に来てこうブワーッといいものは買い占めて、それで買い占めるのは、まあね、友達とかね、家族にこうね、差し上げたい、もう人口がね13倍いるからねっていうのもあるし、まあ転売したいっていうのもあるかもしれないし、はい、それはよく分からないけど、まあ、買い占められちゃう。でも最近面白いのが、はい、実を言うとうちのね、お店も中国人からの問い合わせが結構多くて、はい、で中国人に漢方薬を今度送るっていうことがちょっと増えてきて、はい、まあ、それ僕が担当になってんだけど、はい、うん、くだらない質問ですけど、日本語で来るんですか？うん、やっぱ日本に、なんていうか、いる人が、日本にいる中国人がやっぱうちの漢方とか調べてきていいっていうか分かってるから、はい、うちのね、俺にね、やっぱりこういった病気なんで処方してくださいとかこういろいろ言って取引が結構増えてきてるんでね。うん、そしたらね、今度ね、中国語の例えば血液検査結果とかこう送られてくるから、あれ解読する結構大変なんだけどそうですよね。そうそう、はい、あれ多分これだろうなと思いながら、中国語で来るんですか？中国語で来る。お仕事すごく増えちゃうじゃないですかいや大体こうだろうって、大体どこも一緒なんでこう分かるけどさ、で結構出したらやっぱりさ、よかったとか言って、それで少しずつ口コミでこう増えてきてる、ね、でも大変だなと思いながら、はい、うん、こうやってやってるんだけど、はい、中国人って結構ね、お金にシビアなんだよね。あ、そうなんですね。うん、だからこっちに来たらね、もう中国を解析してこうやってるんだから、もうとっとと時間と手間かかってるから、もう買ってくれよって思うんだけど、はい、お金の話だったらスーッと引いていくから、もうちょっと面倒くさいから、もう今中国の、ね、方が来たらちゃんときちんとあなたのね、体を見るのもちゃんとお金、時間がかかってます、うん、手間大変です、だいたいこれぐらいの予算がかかるから、うん、これを出せない人はもう来ないでくださいってパシッて言ってる。その方がいいですね。まだまだ増えるかもしれないですもんね。なんか面
面白いのはやっぱり中国の漢方ってあるかもしれないんだけど、はい、その漢方が本物かどうか本当にいいのか分からないからやっぱり日本人の方は信用できる、特に、まあ、日本人が信用できるんだって、うん、うちみたいに、まあね、そこそこ歴史があってちゃんと素直にちゃんとこうきちんとやってるところには結構来てるじゃないかなと思いますけど、あの日本の全国の漢方薬局さん、もし情報持ったら情報交換よろしくお願いします。漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。